永井和之幸は、日本の法学者、中央大学名誉教授。2005年11月、戦後生まれとしては初めて中央大学学長に就任。2021年随法、重光明受賞。弟子に野村修也らがいる。東京都出身、東京都出身。1945年9月24日生まれ、東京都立玉川高等学校を卒業後、 中央大学法学部一部法律学科に入学。在学中に司法試験に合格し、1968年3月に中央大学法学部一部法律学科を卒業。1969年4月に中央大学法学部助手として採用され、1974年4月に助教授承認。1979年1月から1981年3月まで、 スタンフォード大学スタンフォードロースクールにおいて客員研究員を務め、1981年4月に教授に就任、1993年11月から通信教育部長、1999年11月から法学部長、2002年5月から学校法人中央大学理事、2004年4月に法科大学院教授に就任、同年5月には、 東京第一弁護士会に弁護士登録。2005年11月に、中央大学学長。同年12月には、総長も兼務。2008年の学長選で再選され、2011年11月の、人気満了まで学長と総長を兼務した。2016年3月定年退職。2021年、随法、重光明受賞。 中央大学法科大学院設立にあたって、現状において、基集コース、未修コースの設置が課されているが、従来からあった、学士入学試験を活用することにより、未修対象者は、学部3年時に編入することを提案していた。ただ、学士入学試験の性格上、学者要請も見据えており、通常は定員も定まっておらず、 あっても極めて少数のものにしか入学が許可されない。狭き門のため、専門外の人にも開かれた、放送教育理念を取るロースクールの性格上、100人前後の未就コース設置を検討、実施という方針になった。ありがとうございます。